選手たちが入場してきました。順位は離れ、目標は違えど、サポーターの全力エールを勝利に結びつけたい。チャン・ヒョンスから後ろへ下げ、キャプテンの牟田がいつも通り大きく蹴っていきます。深川は鮮やかなカーブのシュートを持っています。共に動き出して深川のシュート、ポスト直撃。先ほどまで強い雨が降っていたこの茨銀スタジアム、小松がキープ、前へ奥山を走らせます。奥山前へ、奥山ドリブル、高見と競り合ってホイッスルが鳴りました。岩手の PK、 奥山果敢なアタック、 PK を奪いました。奥山のドリブル、集中力を取り澄まします。キーパー小島止めた、しかもキャッチ、神がかり的なセーブを見せました小島。さあ今度は新潟の攻撃、谷口落とす、高に左へ、伊藤、伊藤の右足巻いてきた、先制点新潟。芸術的なゴールを決めました伊藤亮太郎、今シーズン7点目、5試合ぶりの得点です。まあ、ここ右からなんですけど、まあ、田口選手が起点になって左にパスが回ってくるんですけどね、ここ外使うふりして相手の寄せが甘くなったところを見逃さなかったですよね。まあ、ここのやっぱりフリーランニングが効きましたよね。相手を釣ってくれたので迷わず伊藤選手はシュートに切り替えましたよね。ここもコントロールショットですよね。しっかりイメージ通り蹴れたんじゃないでしょうかね。素晴らしいゴールですね。ドリブル持ち上がる伊藤、伊藤追い越すのは松田ですが、右からシュート。ここで松田選手のランニング効いてますね。まあ、これアウトサイド気味に蹴ってるんですけど、決して簡単ではないですからね。伊藤が狙った、バー直撃、高いボールが上がった。ここで長い長いホイッスルが鳴り響きました。2対0、新潟の強さ際立ちました。